午後になって上空薄い雲が広がりました。季節が少し進んだような冷気に包まれています。冬の装いに変わった京都競馬場に華やかな3歳から6歳の18頭がスタンバイ。世代を超えた女王決定戦グレード1競争第39回エリザベス女王杯です。放送席の解説です。競馬エイトの高橋健二さん、そしてゲスト解説は2007年にダイワスカーレットでこのレースを制しています安藤和美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず高橋さん、はい、この顔ぶれを見ていかがでしょうか。そうですね、予想する側としても印が足りないですね、はい、それぐらい本当にいいメンバーが揃いましたし、印が回らなかった馬にもね、魅力的な馬たくさんいますので、本当に力と力のぶつかり合いのね、非常にいいレースが期待できるというふうに思います。その中で本命はヌーボーレコルトですね、はい、そうですね、秋華賞は見切っての通り負けで強しの2着、そして小馬勢との、ね、まあ、力の比較がどうかということになるんですけども、はい、やはりクラシックを、ね、まあ、3着、1着、2着ですか、まあ、ずっとこう堅実に結果を出し続けているというその底力、これはもう十分に、ね、小馬と戦っても通用するだけの下地があると思いますし、非常にレースが、上手な馬でもありますので、はい、その立ち回りのうまさを生かせればね、まあ、今日はかなりチャンスは広がるというふうに思います。安藤さん、その3歳と小馬の力関係どう見ましょうか。これ毎年のことなんですけどね、難しいですよね、はい、本当そういう部分ではね、乗ってる乗り役はやっぱり自信持って乗ると思うんですけどね、さあゲート付近、元ジョッキーの細江純子さんです。正面スタンド前お願いします。はい、そうですね、正面パンドラなんですが、張りという意味、強という意味では前走のがあったかなという印象を受けるんですが、落ち着きという意味では今回の方が非常に落ち着いていますね、はい、はい、他にテンションが上がっている馬などはいますか。そうですね、こちらに来るときにちょっとオメガハートロックがこう春がきついのかなっていう感じはありましたけれども、その他でさほど入れ込んでしょうがないという馬は見受けられませんね、はい、はい、ヌーボーレコルトも落ち着いてますか、はい、そうですね、ここに来てぐっとこう内側からこう張ってくるような筋肉が見受けられますね、あと3歳馬で言えばサンブリアルも前走よりも明らかに体を大きく見せて、私は前走よりも今のが好きですね、はい、はい、さあ正面スタンド前でのスタートということになります。世代を超えた女王決定戦、男馬よりも牝馬は繊細です。ファンの歓声に動じない精神的な強さも求められます。スタート前からすでに戦いは始まっています。ご覧のような18頭、さあスターターが今スタンドカーに上がりました。手拍子が起こって心を静めてファンファーレです。シーナぐらいしか行く馬がいないんですよね、ですからおそらくこの馬がポンと鼻を切ってペースを握り、なおかつ後続はそれを深追いせずに自分のペースを守る、おそらくそれほどペースは上がらないんじゃないかなというふうに思います、はい、安藤さん、その中でヌーボーレコルトがどう乗るのか、岩田騎手です。そうですね、ゲートさえ出ればある程度の位置で競馬すると思うんですけどね、前走はゲートで出遅れるところありましたからね、ちょっと出負けしたんで思ったより後ろの位置で競馬してたんで、はい、今回は出ればある程度の位置で競馬すると思うんですけどね。細江さん、残りはあと何頭でしょうか、はい、あとアロマティコの馬となりましたね、スマートリアも丸みがあります、はい、最後にゲートインはアロマティコを残すのみとなりました。3歳かそれともコマか、第39回エリザベス女王杯スタート。ヌーボーレコルトまずまずうまく出ました。今日はいいスタートを切ったヌーボーレコルト、名勝万部のいいスタートを切りました。さあ何がいくのか、左口一発にガッツを入れて内田博之、ミルシーナ、そしてサンシャインいった藤岡雄介もサンシャインいった、なんとミルシーナより先に藤岡雄介、サンシャインが先頭に立ちました。1コーナーに入っています。ヌーボーレコルト、オークスは赤い帽子、名勝マンボと同じようなポジションです。ちょっと名勝マンボが上がって後位につけました。ショーランパンドラは後ろからです。しんがりからアロマティコです。さあ各馬が2コーナーに入ってきました。
先頭はサンシャインで2馬身のリードを取りました。ウィルシーナは2番手です。その後ろ離れた3番手、赤い帽子、去年の女王名将バンボ、内からオークス馬のヌーボレゴルト、岩田康成手綱を抑えている。そして外の方からはグレイスフラワーが続いています。3番のルメールとキャトルフィーユがいて、内から1番のラキシスが続いています。ホエールキャプチャです。真ん中17番のブランネージュで、前は前半の線今通過して1分で行きました。平均ペースで行っている。内の方からはフーラブライド、その後ろです1馬身差がついてレッドリベールがいました。湘南パンドラはこの位置です。外の方からオレンジの帽子リアデラマドレ、真ん中に4番のオメガハートロック、その後ろは足のバタイガ、竹豊とスマートレイヤーです。13番光栄を止め、それから14番のサングレアル、しんがりからアロマティコといった展開で、坂の頂上から今下りに入った、下りにかかりました。先頭は7番のサンシャインで1馬身半のリード、2番手にはビルシーナが続いて、名将マンボ3番手、そのうちにヌーボレゴルトが続いている。ヌーボレゴルトは内をつくのか、そして外から竹幸四郎と名将マンボ、さらにはグレイスプラバー、一番外からホエールキャプチャー、内の方からラキスも虎視眈々と川田が狙っている。さあこれから直線コースに入ってきました。先頭はサンシャイン、サンシャインの先頭、内をつくヌーボレゴルト、ビルシーナ、外から名将マンボ、大外からディアデラマドレア、川田優雅、これは接戦。